塩ラーメンの店。次元が違う。こうお手続きでね。だってこう塩ラーメンあったりする塩ラーメンに対しては難しいものがあるんですよ。ラーメン祭りだよ。ちょっと今日はね、塩ラーメンについて語りたいと思います。まず塩ラーメンって皆さんどんなものが思い浮かびますか？ちょっとこれ勘違いしてる人おるかもしれないんですけど、塩ラーメンっていうのはあっさりしてて、鶏ガラスープとか魚介スープの塩だれで、それであっさりしてるのを塩ラーメンって言うと思うんですけど、これちょっと豚骨ラーメンと魚介ラーメン、これも塩ラーメンって言うんですよ。その固定概念があると思うんですよ。透き通ったものが塩ラーメン、それは違いますね。塩だれが入っていたら塩ラーメンって言うんですよ。例えば濃いスープでも塩ラーメンって入ってたら塩ラーメンって言うんですよ、はい、僕の中ではですね、僕の目線から見たら全部が塩ラーメンって言うんです。これはなので一概に言えないんですけども、分かりやすく今回は塩ラーメン限定であっさりしたスープのことを塩ラーメンって言って、僕は今日喋っていこうと思うんです。おすすめする塩ラーメンの店、塩ゾン前田さんがあるじゃないですか。広島の皆さん、まあ、間違いなく今を生きている塩ラーメン。でもね、もう知る人を知る有名店でもありますし、塩そば前田さんについて僕がどうのこうのっていうレベルではないので、僕とはちょっと次元の違うところに行ってるっすね。塩そば前田行くときはとりあえず路上駐車をやりましょう。大将はね、ほんまに皆さんに美味しいものを出したい、そしてね、すごい繁盛してるので、とにかく今の場所でやることをすごく考えてるので、バイクやめろ。人気がおるんだよね、僕らの街は。今ブンブン見たでしょ、まあ、塩そば前田さんについては今の場所でやってもらいたいし、今の場所でそのままやってもらいたいので、路上駐車とか近隣の迷惑になるっていうことで、すごい繁盛してる店でもやめる店いるんですよ。それはやっぱ近隣の方だったり、路上駐車の問題だったり、警察が来たりっていう問題があるので、塩そば前田さんに行くときはめちゃくちゃ何でも駐車であくまで待ってあげてください。塩そば前田さんはもうちょっと次元が違う。もうお席付きでね。だって、まあ、僕のラーメン屋目線で言うと、塩ラーメンのあっさりしてるスープって結局麺で食しないといけないんです。それはなんでかというと、濃いスープに対して麺を入れるのと、あっさりスープに対して麺を入れるのにはそれは違うんです。それは加水量であったり、あっさりしたスープに対しては基本的に麺の主張を強くした方がいいと思うんですよ、個人的に。それの典型的な例が前田さん、スープは比較的あっさりしてる、その素材本来の味を生かしつつ、確実に前田さんは引き算をしてる、食材を削って削って削って、その削った食材を生かす、それに対しては濃いスープにどうしてもならないんです。それはでもそこに対して麺を入れる、その麺を自家製麺にする強みっていうのは、そのスープに対して麺に対して両方できるんですよね。これが製麺屋さんが取ってる麺だと、そっちに合わせていかないといけないんですよ。麺屋さんっていうのは、まあ、特注もできるんですけど、どうしても細かい作業はできません。これが事実です、ラーメン屋の。それは何でかというと、そんな毎日毎日買えって言って、そんなこと引き受けてくれるってないでしょ。そんな200玉300玉それはその1杯ね、5000、7000、1億ってなると、それは作ってくれるかもしれないですけど、個人店、僕ら個人店だったろう、ということはそんな引き受けてくれる製麺屋さんはないですね。ってなってくると自家製麺しないといけないんですよ。ってなってくると耐えれるんですよ、毎日積み重ねでしょ、ラーメンって。でもスープは変わるのに麺はずっと変わらないんですよね、製麺さんが。多少は変わるかもしれんけど、それは無理っすね。100、200、300でそんなの受けてくれるとはないっす。ってなってくると自分で作らないといけないんですよ。それを確立させてるのが前田さん。前田さんは麺が生きとるっすね。そんな店見たことないっす。なんでかというと、それは自家製麺だけできる。スープに対してあっさりしてるスープなのに麺があくまで主張させるのは、これは前田さんの努力です。スープと麺の一体感、紛れもなくなもん。でもその中で前田さんを抜きにして、まあ前田さんがナンバーワンなんですけど、これはお世辞抜きにしてナンバーワンなんですけど、その中で僕が食べた中であっさりした塩ラーメンをナンバーワンって感じたのは、やっぱ福山にある道楽さん。スープめっちゃ熱いし、でも実際のところで言うと、自家製麺が別に正解なわけじゃないよ、塩ラーメンって。でも塩ラーメンを生かすには麺ない。なんでかというと、スープがあっさりしてるわけ。じゃ基本的に飯田商店とか全国で有名な店ってみんな麺すごってなるよ。でもそれを感じたのが道楽さん、すごかったっすね。
紛れもなく、まあ、殿堂入りが前田、塩そば前田さん、ナンバーワンがドルクさん、この2強でいいんじゃないでしょうか。皆さん食べていってみたい。それを僕の今言ったことを感じながら食べてもらうのと、何も知らずに食べてもらうのでは違うと思うので、この2店舗は麺の主張が強い。だってスープがあっさりしただけ。だってうどん食べればいいじゃん。うどん食べたらいいよ別に。あっさりしとるスープならうどんに近いんだっけ。でもうどんと違う部分を出さなきゃいけない。そばだけど、要はそばでいいじゃん。でもそばとは違う部分を出さなきゃいけない。でもそばじゃないよ。でもスープはそばに近いんよ、極端な話ね。塩だれが入ってる分ちょっと濃くなっとるけど、塩感強いけど、だからそばでいいじゃん。そばめっちゃうまいのあるじゃん。その違い出さなきゃいけないじゃん。そばより値段が安くてってなってくると、他にないよね。いやあるよ、いろいろあるけど、これはね、ラーメンって、この塩ラーメン、あっさりしてる塩ラーメンに対しては難しいものがあるんですよ。何で違いをつけるかって、絶対スープと麺の一体感なんですよ、これに関しては。ダメっすね。スープだけ、麺だけ、絶対ダメっす。それは間違いないよね。塩ラーメンで繁盛したら、絶対長生きできるんですよ。だから飽きんでしょ。でも、それを感じるのは、麺とスープの一体感抜群っすね。で、麺が活かしてる。スープ塩ラーメンであっさりしとる店って基本的に麺の重要性、麺偉そうに言ってるわけじゃないので、このおすすめシリーズだけは本気でやりたいと思ったので、こういう発言になってしまいましたが、皆さんご了承ください。殿堂入りが塩そば前田、そして皆さんに行ってほしい店が道楽さんで決定でいいんじゃないでしょうか。ありがとうございました。Paradise.